のマティアスです。私の名前はヘブライ語です。さあ、皆さん、リラックスしてください。私はみんなを愛しています。みんなで集まって、ヨーロッパの都市パッサウのパールブルーを祝いましょう。希望は常にあります。世界は優しいです。あなたは信頼できます。スポーツの栄光とチームの名誉のために騎士道精神を持って、私たちの解放のために勝ち取られた勝利、私たちの運命を決定する絆を維持するために、みんなで戦いに身を投じましょう。地球上に永続する平和と正義のために。そしてどこからか小さな光が差し込みます。あなたの優しい翼があればみんなが家族になるよ。モスタルは異なる文化的、民族的、宗教的背景を持つ共同体が共存する特別かつ普遍的な象徴として、平和を目指した人類の連帯と圧倒的な災害に直面した強力な協力の限りない努力を浮き彫りにして、ますます強化されてきました。それは受け入れられませんが、私たちはまだキスの純真さを取り戻さなければなりません。私たちは創造主から譲渡できない特定の権利を与えられています。パッサウでの民主化まであと数週間。私たち 78% は直接民主主義を通じて、私はいつもドイツ人のために車を止めます。私はベルリン人です。この仕事を手伝ってください。世界の諸国民よ、これを明らかにしてはいけないこと。